このブス、まだ実家にいるんだけど、ブスは邪魔でしかないから、さっさとこの家から出て行け。そうよ、あんたに居場所なんてないから、さっさと荷物をまとめて実家にでも帰りなさい。夫が亡くなって1ヶ月後、義母の面倒を見ながら生活してた私にそう言い放つ二人。私が何をしたというのよ。むしろ毎月家賃として30万円もの大金を払っているというのに。だけどもういい。私のことを邪魔だというなら、お望み通り出て行ってやる。そしてその1ヶ月後。ごめんなさい。今までのことは謝るから許してください。目に涙を流し、土下座をしながら私に謝る義母。だけど、この謝罪だけで全てが済むわけではない。私はそんな義母に対し、衝撃の事実を伝えてやった。私は1年前に夫と結婚し、つい先月から義実家での生活を始めた。夫とは友達の紹介で出会い、キャンプという共通の趣味があったことから、すぐに仲良くなることができた。キャンプ以外にもアウトドアなことが好きだった私たちはあっという間に付き合うことになって、結婚まで時間はかからなかった。そして現在は独り身になってしまった義母と一緒に住んでいる。お帰りなさい。あなたが作ってくれた肉じゃが本当に美味しくて全部いただいたわ。毎日食事を作ってくれてありがとね。とんでもないですよ。この家に住まわせてもらっているんですから、私たちもできる限りのことは協力します。これは夫から聞いた話なのだが、義父は3年前に持病が原因で亡くなっており、そのショックで義母はかなり憔悴していたらしく、体重も10キロ以上落ちてしまっていたそう。周りからラブラブ夫婦と言われるほど仲が良かったため、夫は義父が亡くなってからずっと義母のことを心配していたそう。それから少しして私たちは付き合うことになり、義実家にもたびたびお邪魔していたから、私も義母と仲良くなるように努めていた。義母は本当に優しい人だったし、義父が残した遺産もかなりあったため、金銭的には困ってない。変な確執も生まれなく、本当の親子のような関係になるのに時間はかからなかったため、義母は次第に笑顔を取り戻していった。共働きでそれなりに稼ぎがあったこと、そして夫の義母への親孝行の側面もあり、私たちは月に30万を家賃として入れていた。しかし、どんな生活にも悩みの種はある。あのさ、今月生活費がちょっと厳しくて、仕送りお願いしてもいい？え、また出費があったの？娘が習い事したいって言い始めて、だけど入会するのに初期費用がかなりかかるんだよね。それを払ったら生活費が足りなくて、だからお願いしてもいい？先月もそうでしたけど、娘さんのことがあるんでしたら、もう少し生活費を節約するとかしたらどうなんですか？は？なんであんたに文句言われないといけないのよ。関係ないでしょ？私が横から口を挟むと、義姉はものすごい形相で睨みつけてきた。まあ、私の話なんて聞いてくれるわけないか、と思っていると、黙っていた夫が口を開けた。子供じゃないんだから、いつまでも人に頼ってないで、自分でどうにかしたらどうだ？夫が強い口調でそう言うと、義姉はしぶしぶ納得しながらお金の話はしなくなった。義姉とは一緒に住んでいるわけではなかったが、義父が亡くなって以降、義実家に来てお金をたかることが多くなっていたそう。義父はかなりお金に厳しい人だったけど、義母はその反対。私の夫に対してもそうだが、基本的に子供には甘いため、頼まれたら毎回お金を貸す、そんな生活を送っていたそう。確かに自分の子供に甘くしたい気持ちはわかるけど、もういい歳した大人なんだから少し考えないと、と義母も少し悪いなと思っていたが、残された家族に甘い顔をしてしまうのは仕方がないことなのかも。だけど、義姉に関してはそんな義母を利用するかのように多額のお金を要求していたため、私たちが義実家で生活するようになってからは、家計はすべて夫が管理していた。そんなある日、私はいつも通り仕事に行っていたけど、夫の具合が悪く、朝から病院に行っていた。最初はただの風邪かと思っていたのだが、
お昼過ぎ昼食を食べていると夫から連絡があった。ただの風邪じゃなかった。検査をしたら癌が見つかったよ。かなり進行しているらしくて、余命1年だって。私は夫からその話を聞いた瞬間、驚きで言葉が出てこなかった。頭の中が真っ白になり、何も考えることができない。しばらく放心状態になった後、現実が急に頭の中に入ってきて、私はすぐに病院へ向かった。その時の夫はまだ元気に話すほどの体力があったが、投薬生活を続けていくにつれ、だんだんとやつれていき、半年が経つ頃には会話をするのもやっとというような状態だった。そして7ヶ月が経った頃、ちょっと聞いてほしいことがあるんだ。少し話をするだけで息切れしてしまう夫が、必死になって私にあることを伝えてきた。今後の生活に関わっていくことだからと真剣に話してくれたが、その話の内容に私はかなり驚いた。まさかとは思いながら数日そのことについて考える日々が続いたが、その一週間後に夫が亡くなった。嘘、どうして？本当に突然のことだったし、気持ちの整理が全くできていなかった。しかし葬式、通夜、遺産整理、夫が亡くなってからは目まぐるしい毎日が続いた。それからある程度のことが片付いて、やっと夫の死とゆっくり向き合えることができる、そう思っていたある時。ちょっと話があるからいいかしら。はい、何でしょうか。弟からもらった遺産どれぐらいあるの？実は人気でなかなか空きが出ない介護施設に空きが出たんだよね。お母さんのことそこに入れましょうよ。あなたも弟が亡くなった今、あんな老害の介護をするなんて嫌でしょ？私はニヤニヤしながらそう言ってくる内容に吐き気を覚えた。夫が亡くなったばかりだというのに、この人は何を言ってるんだ？しかし彼女の瞳は本気だった。この家なんだけど、あのババアにはもったいないでしょ？私が家族と一緒に住むし、あなたも一人になれるし、みんなにとって一番の選択だと思うわ。はっきりとは言わなかったが、彼女の発言はまるで夫の死を待っていたかのような、そんな発言だった。ふざけるな、夫の死を軽視したような発言。それに義母に対して老害など、ふざけるのもいい加減にしてほしい。申し訳ありませんが、そんなことするつもりは私にはありません。これからも夫に代わり、私がお母さんと一緒に生活していきますので。私が力強くそう言うと、彼女はムスッとした顔をして義実家を後にした。元から義母のことを頼んだらお金を出してくれる都合のいい存在にしか思っていなかったようだったから、このような言動があってもおかしくはないのだが、まさかここまであからさまな行動に出るとは思っていなかったから、正直驚きの方が強かった。だけど私はあんな義士の好きにさせるつもりはないし、義母を介護施設に入れるつもりもない。しかしそんな私の決意が揺らいだのは、それから一週間後のことだった。仕事から帰ってくると、そこには怖い形相で私のことを睨みつける義母、そしてその横でニヤニヤした顔で私のことを見てくる義士の姿があった。悪いけど、あんたには出て行ってもらうから、人のことを介護施設に入れようだなんて、一体何を考えてるの？この家を乗っ取るつもりなんでしょう。いや、それはどういうことですか？とぼけるのもいい加減にしてよ。あなたが私に話したんじゃない。お母さんのことを介護施設に追いやって、この実家を売却しようって。その売却金を半分をあげるから協力してくれないかって。そんなこと私が言うわけないじゃないですか。お母さんのことを介護施設に入れようとしていたのは。まさかの裏切りに、私は言葉を詰まらせながら話すのがやっとだった。本当に驚いたし、自分の思い通りにならないからといって、ここまで強行突破をしてくるとは思ってもいなかった。そして私のことをまるでゴミを見るかのような目で見つめる義母。そんな義母にも本当に悲しくなったし、心が痛くなった。あなたなんて家族じゃないから、さっさとこの家から出て行って。私の話を聞くつもりなんてないんだな。
義母は顔を真っ赤にして怒りながら私にそう怒鳴ってきた。わかった。そこまで言われるんだったら私も出て行ってやる。義子にそそのかされたのかもしれないが、夫の代わりにこれからも義母の面倒を見続けようと思っていた私にとって、これは裏切り以外の何者でもない。私はすぐに荷物をまとめて自分の実家へ帰った。これから引っ越し先を探さなければいけないし、やることはたくさんある。だけど、義母から追い出されてしまったことにかなり傷ついてしまい、しばらくは実家で休ませてもらおう。そう思っていながら生活して1ヶ月が経った頃。もしもし、あんた実家のお金を勝手に持ち出したでしょ。なんで口座の中に全然お金が入ってないのよ。は？変なこと言わないでくださいよ。今度は私のことを泥棒扱いするんですか？とぼけるのもいい加減にしなさい。このままだったら警察に通報するから、さっさと実家に来て。義子は私にそう言い放つと、すぐに電話を切ってしまった。人のことを陥れた挙句、今度は泥棒扱いするのか。ふざけるのもいい加減にしろ。予想はついていたが、おそらく今も残っている残り数年の義実家のローンが払えなかったのだろう。本当はこんな義子に構っている時間なんてなかったし、労力も無駄。すぐにでも縁を切りたかったのだが、私にはそうできない理由があった。それにまだ話さなければいけないこともある。私は重い腰を上げて、すぐに義実家へ向かった。私が出て行った日と同じように、鋭い目つきで私のことを睨みつける義母、そしてそんな義母と同じような目線を向ける義子の姿があった。あんたね、家のお金を勝手に使い込んでいたのか、持ち出したのかは知らないけど、返しなさいよ。あんたたちは共働きだったんだから、相当残ってるはずでしょ？何言ってるんですか？お父さんの遺産なんて全く残ってませんよ。今までに生活費や家賃などはすべて私たちが払っていたのに、まさか遺産だけで賄えると思っていたんですか？え？私がそう言うと、義子は義母の顔を見つめた。この時点で二人の認識している事実にズレがあることはすぐに分かった。義母は私たちが義実家にお金を入れていることを知っていたが、おそらく義父の遺産でしばらくは生活できると思っていたのだろう。しかし真実は全く違う。多分、この場合の被害者はお母さんじゃないですかね。お母さん、お父さんの遺産を勝手に使い込んでいたのはお姉さんですよ。は？私がそう言った瞬間、義母の顔が一気に曇った。私の言っていることが理解できない、そういった感じだったが、私は人を陥れるために嘘をついたりなどはしない。それに義子の顔を見れば、これはすぐに本当だとわかるはず。今まで私のことを睨みつけていたのに、遺産の話をした途端、顔を青ざめたのだ。あんたが考えていること、そして今までやってきた悪事はすべてわかっているんだ。実は夫から聞いた話なんですけど、私たちが一緒に住み始めてから、家計は夫が管理していたじゃないですか。その時に発覚したんですけど、お母さんが相続したはずの遺産がかなり減っていて、明らかにおかしかったこと。そして夫に対しても必要以上に金銭的な援助をしていた義子が怪しいと思って問い詰めたんですよね。そうしたら勝手に遺産である現金を使っていたり、泥棒まがいのことをしていることが分かったんですよ。ちょっと待って、それって本当なの？いや、これは、その…私が真実を暴露した瞬間、義子は完全に挙動不審状態になり、義母の怒りはすぐに義子の元へ向いた。お金に無頓着な人だったし、義父が亡くなってからそこまで贅沢な暮らしをしていなかった義母は、少しずつお金を取られていることに気づかなかったのだろう。夫は会社で経理をしていたから、お金の動きには敏感で、少しの変化も見逃さなかった。そこで問い詰めたことで発覚したこの悪事だが、義母のことを混乱させるだけだし、これでも義母にとって大切な娘であることに変わりはない。だから必ず返済するという約束で、夫が義母には黙っていたのだ。だから義子が夫に隠れて義母からお金を借りようとすると、夫が厳しい口調で怒り止めていた。それはこれが理由だったのだ。私もこの話を聞いたのは夫が亡くなる数日前。
まあ、騎士に関しては他にも義父の遺産が残ってると思っていたから、今回把握した財産の内容に驚いたんだと思うけど。私からこの話を聞いた時は本当にびっくりしましたけど、本当のようですね。いくら家族でも人のお金を盗むなんて一体何を考えているのよ。やっていいことといけないことの区別もつかないわけ？それは、言い訳してるんじゃないわよ、この泥棒。義母の顔はどんどん真っ赤になっていき、このまま行けば頭の血管が切れてしまうんじゃないかと思うほど怒り狂っていた。もともとお金にがめつい人ではなかったけど、やっていいことと悪いことに関してはかなり厳しい人。人のことを裏切ったりすることに関してはとりわけ厳しかった。だから私のことを自分を介護施設に入れようとした裏切り者だと認識し、絶縁したのもこれが理由。それは本当の親子じゃない私だけにではなく、実の娘である義子に対しても同じだった。だけど、私が握っている爆弾はこれだけではない。あんたの本性は徹底的に炙り出してやるから覚悟しろ。それと、家族を騙してまで手に入れた大金は、ギャンブルに当てていたんですよね。え？ちょっと待ってよ。何を言ってるの？そんなとぼけなくてもいいんですよ。すべて調べはついているんですから。これをご覧ください。私はそう言って、二人に対して封筒の中に入っている写真の数々を見せた。これは夫が生前隠し撮りした義子の写真で、パチンコ屋に出入りしている彼女の姿をバッチリと捉えていた。あなたの旦那さんは外資系企業で働いていて、かなりお金に余裕があるはずなのに、あれだけお金を欲しがっているあなたのことを、夫はずっと怪しんでいたんですよ。調べてみたら、思わぬギャンブル癖が発覚したというわけです。人から盗んだお金でするギャンブルは楽しかったですか？何よこれ、やってることが完全にストーカーじゃない。ふざけないで。人のことを泥棒扱いした挙句、一体何を言ってるんですか？それと、お母さんにお話があるんですけど、介護施設に入れようとしてきたのはお姉さんですからね。は？ここまで来たんだ。最後の最後まで全てを暴露してから終わらせてやる。今までバレていなかった義子の本性を知ってしまった今、誰の言っていることが本当なのかは義母でもわかるはず。それに義母だって義子に騙されて私のことを責めていただけ。本当のことがわかれば理解してくれると思う。証拠になるかわかりませんが、これ見てください。私はそう言って義母に私と義子の LINE の履歴を見せた。そこには義子から介護施設に関する URL がたくさん送られてきており、状況証拠としては十分すぎる。あなた、実の母親のことを見捨てるつもりだったの？違うよ、すべて勘違いなの。お願いだから話を聞いて。お母さんのことをこの家から追い出して自分たちが住むつもりだったらしいですよ。まあこの家はそこまで古くはないですし、自分たちのことしか考えずに全てを乗っ取ろうとしていたのは誰なのか、もう少し考えてください。私がそう言った瞬間、義母は全てを理解したのだろう。私に一度頭を下げてから義子に対して怒鳴り始めた。あなたね、人のことを何だと思っているのよ、この裏切り者。あなたはずっと家族だと思ってきたのに、私を何だと思ってるの？ふざけるのもいい加減にして。ちょっと待ってよ、これには深いわけが。義子がそう言い訳しようとした瞬間、大きな音が廊下の方から聞こえた。すると足音とともに義子の旦那さんが入ってきた。遅くなってすいませんでした。ちょっと渋滞していて。構わないですよ。あ、お母さん、何も話していませんでしたが、私が呼んだんです。すぐに入ってこれるように、家の鍵を開けっぱなしにしたのも私です。突然の登場に驚いていた二人だったが、私が説明をするとすぐに納得してくれた。今回の件に関しては、私と義母という被害者二人だけの問題ではない。義母のお金を使い込んでいたとなれば、より簡単に使うことができる旦那さんの給料や貯金なども怪しい。そこで私は事前に全てを旦那さんに話をし、先ほどの会話も全て電話をつなげて旦那さんに聞こえるようにしていた。
さっきから話はすべて聞いていたんだ。これ以上言い訳なんてしてないで、さっさと自分の非を認めたらどうなんだ。見苦しいぞ。いや、でも。お前がやったことは犯罪なんだぞ。俺もさっき通帳を確認してびっくりしたよ。家計をすべてお前に任せていたことが大失敗だった。俺が今まで必死になって貯めてきた子供の養育費を全部パチンコになんか使いやがって。それに自分の母親からお金を盗み、挙句の果てには家からも追い出そうとした。クズにも程があるぞ。旦那さんはものすごい剣幕で義士のことを怒鳴りつけて、その場の空気は南極のように凍りついていた。まあ私も言いたいことはすべて言えたし、これ以上口出しをすることもないと思い、しばらくは旦那さんによる義士への説教を見ていたけど、見ているこっちがビビってしまうほど、旦那さんはものすごい勢いで彼女のことを詰めていた。だけど、ざまあ見ろ。これからお金はしっかりと返済させるし、これだけで済むと思ったら大間違いだとしか思えずに、かわいそうという気持ちは全くなかった。それからしばらくは旦那さんによる説教を受け続け、最後は私と義母に対し土下座をしてから帰っていった。彼女の旦那さんから聞いた話によると、給料のほとんどは彼女に任せており、しっかりと生活費を節約して貯金をしてくれていると思っていたのだが、実際は生活を切り詰めて余ったお金はギャンブルに費やしていたらしい。次第に使う金額もどんどん増えていき、しまいには自分のカードで借金をしてしまうようになったらしく、その返済の一環として義母からお金を盗み始めたそう。だけどギャンブル中毒の人間が現金を持った瞬間、返済などするわけもなく、負けた分を取り戻そうとどんどんパチンコにお金を使う毎日。今では旦那さんや義母から盗んだ金額よりも様々なところからした借金の方が多くなっているらしい。もちろん義士の旦那さんはこんな人とすぐに離婚することを決めたそうだが、義母に対するお金の支払い、そして義士が今まで使い込んでいた養育費に関しては働いて全額返済してもらうらしい。それまでは離婚するつもりもなく、ずっと監視し続けるらしいから、義士にとって苦しい生活になるのは確か。ちなみに私は、あの後勘違いだったことを義母から謝罪され、今でも数ヶ月に一度程度お茶をする仲を保っている。夫が亡くなってしまった今、忘れがたみである義母とは仲良くしていくつもりだし、しっかりと最後を見届けようと思っている。お前のおかげで合流できたわ。お前ってバカだけど、たまには役に立つな。ほんと、グアム旅行最高だったわ。また私たちのために頑張って稼ぎなさいね。夫と姑は、笑顔で義実家へと帰宅してきた。ん？私があなたたちの役に立つ？また稼いで来い。この時二人が何を言っているのか。私にはさっぱりわからなかった。夫と姑は、私に対して毎日のように嫌がらせをしてくる。旅行に私だけ呼ばれていないのも、そういった理由からだろう。そんなある日、私はふと、自分のへそくりが隠してあるタンスを覗いてみた。結構溜まったし、そろそろ銀行に預けようかな。そう思っていたが、そこには、中身がすっからかんになった封筒だけが残されていた。ない。私が必死に働いて貯めた300万がない。15年間パートで頑張ったのに、どうして？私はその場に力なくへたり込んでしまった。でも、なんでいきなり亡くなったんだろう。この時、夫と姑が言っていたことを思い出した。ねえ、もしかしてあなたたち、私のお金を勝手に使った？私は、自室から勢いよく飛び出して、リビングにいた夫と姑に詰め寄った。最初は、焦っていたが、次第に二人は開き直る。だったらどうしたって言うんだよ。お前がちゃんと管理してないのが悪いんじゃねえか。全く悪びれる様子のない夫を見て、堪忍袋の尾が切れた。はあ、そうかい。そうやって言うなら、こっちも考えがあるわ。絶対にこの二人は許さないから。私のお金を勝手に盗んで使ったこと、
後悔させてやる。私はさき、45歳。今から15年前に、当時同じ製薬会社で働いていた同期の拓也と結婚した。夫と結婚してすぐに義父は脳梗塞により亡くなってしまっている。なあ、さきさえよかったら、一緒に俺の実家で暮らさないか？え？いきなりどうしたのよ。父さんが亡くなってから母さん、元気がなくなって。俺たちが一緒に暮らしてあげれば元気になると思うんだ。夫の言っていることは理解できる。姑には元気になってほしいと私も思っている。私もお母さんには元気になってほしいし、それは全然いいよ。それでさ、仕事も辞めて母さんの面倒を見てくれないか？そこまでしなくてもいいんじゃない？私だってまだ働けるしさ。だったらパートで働くとかはどう？さきは残業も多いし、帰ってくるの遅いだろ？まあ、それだったらまだいいかな。パートで働き続けられるなら、まあいいか。私は夫のお願いを聞き入れて、今の職場を退職した。姑と一緒に住み始めてからは、近所のスーパーで品出しのパートとして働いている。義実家での生活が始まって一週間が経った頃、姑から封筒を手渡された。お母さん、これ何ですか？この家の登記簿よ。サキさんにこの家の権利を譲ろうと思ってね。そんな、受け取れないですよ。それに拓也もいますし。私は、その封筒を姑に返そうとしたのだが、意地でも受け取ってはくれなかった。拓也はいいのよ。サキさんがこの家に来てくれただけで俺は満足だから、サキにこの家を相続してやってくれって言われたから。まさかそんな話をしていたなんて思いもしなかった。姑の言葉を聞いた私は、ありがたく登記簿を受け取り、後日、義実家の名義を私へ変更した。本当だったら私なんかが相続するものじゃないのに、本当に良かったんですか？全然いいのよ。これからもよろしくね。お母さんとの関係も悪くないし、きっとこれからもうまくやっていけるだろうな。私はそう思っていたが、同居を開始して半年が過ぎた頃から、姑の態度が変化していった。サキさん、あなた私にばかり家事をやらせすぎなんじゃないの？たまには代わりにやってくれたらどうなのよ。姑の言う通りかもしれないな。最近、パートが忙しくて全部任せきりにしていたのは申し訳ない。その日は休日だったが、とても疲れていて、家事のやる気が全く起きなかった。それは申し訳ないです。正直甘えていました。最近休みがなくって、仕事でとても疲れてまして、明日からやりますので。明日からって？私だって毎日掃除や洗濯で疲れてるのよ。老人を敬う気持ちがないのかしら。普通は姑にやらせずに嫁がやるもんでしょ。これだから最近の若い人はダメなのよね。そんなに仕事が忙しくて家のことが何もできないって言うんなら仕事辞めたらどうなの。散々私をけなして姑はそのまま自室へと帰っていった。反省はしてるけど、まさかそこまで言われるとはな。私はその日の夜に夫へ姑から言われたことを伝えた。そりゃ母さんもそう言うだろう。お前が甘いすぎなんだよ。自分勝手な行動ばかりせずに母さんのことも考えて行動してくれよ。夫は私の味方にはなってくれなかった。それどころかお前が悪いと言わんばかりの口調で私を責め立ててきた。だいたいそんなに仕事が大変ならやめればいいだろう。家事もまともにやれないんじゃ、母さんと一緒に暮らしてる意味がないだろうが。なんでそんなこと言うの？あなたに稼ぎがもう少しあれば、私だってパートに入る日数を減らせるのに。頭の中ではそう思っていたが、夫に言い返すことができなかった。その日を境に、夫と姑は私に対する態度がきつくなっていく。義実家で同居を始めた頃は、私にとても優しかった夫と姑の姿は
もうない。まともに家事もやらないクソ嫁ね。なんで、私ばっかりにやらせるんだよ。たまにはあんたがやりなさいよ。この家、あんたのものでしょ。などと、何かにつけて文句を言ってくる。別に、私からこの家の権利が欲しいなんて言ったことないのに。夫からも毎日のように、パートなんかやめろ、母さんの面倒をちゃんと見ろ、と言われていた。だけど、私はパートを辞めることはしなかったし、夫と離婚をしようと思ったこともなかった。私が我慢すればいいだけだから。毎日、二人からの罵声に耐え続けて、もう15年が経った。自分でも本当によく耐えてるな、と思う。子供もいないし、離婚したって何の問題もなかったけど、夫のことを心底嫌いになれなかった。この家をもらっているという義理を感じていたこともあって、姑からの嫌がらせにも耐えることができたんだろう。そんな私の唯一の楽しみは、パートの給料を一部、ひそくりとしてタンス貯金することだった。もう間もなく300万ほど貯まる予定だ。そんなある日、夫と姑がグアム旅行に行ってくると言い出した。そんな急に言われても、明日から母さんとグアム旅行行ってくるから。グアム？そんなお金どこにあるのよ。お前には関係ないだろう。家のことちゃんとやっとけよ。もちろん、その旅行に私は呼ばれていない。二人からすれば、私は家政婦ぐらいにしか思われていないのだろうな。正直、私も二人と旅行に行ったって楽しくない。それから三日後、夫と姑がハイテンションで義実家へ帰ってきた。二人はそのハイテンションのままリビングへと入ってくる。お、ちゃんと家事してたか？いやー、グアム最高だったわ。ほんと、また私たちのために稼いできなさいね。お前のおかげで豪遊できたわ。たまには役に立つんだな。また稼いで来い。私のおかげで豪遊できた。一体何を言っているのかさっぱりわかんないんだけど。その時、私は苦笑いをすることしかできなかった。それから三日後、パートの給料が入ったので、毎月のように貯金しようと、私は自室へと向かった。300万ほど貯まったし、そろそろ銀行に預けようかな。ウキウキしながらタンスの中を見ると、そこには、すっからかんになった封筒だけが残されていた。ない。私が必死に働いて貯めた300万がない。15年間も、二人からの罵声にも耐えてパートを頑張ったのに、どうして？私は、その場に力なくへたり込んでしまった。しばらく、そのまま動けずにいた私は、あることを思い出した。そういえば、二人ってグアムに行ってたけど、そんなお金あるわけない。夫の稼ぎは私も把握してるし、姑も働いていない。やられた。私は、自室を勢いよく飛び出して、夫と姑のいるリビングへと向かった。ねえ、あなたたち、私のお金を勝手に使って旅行に行ったんじゃないでしょうね。二人は最初は焦った顔をしていたが、すぐに開き直った。だったら何だってんだよ。お前の管理が悪いんだろ。そうよ。それに、私だって家をタダであげてるんだから、それぐらい別にいいじゃないの。何を向きになってるのかしらね。全く悪びれる様子のない二人に私は、堪忍袋の尾が切れた。そうか。そうか。今までひたすら我慢してたけど、もう限界だ。勝手に人の金を使ったこと、必ず後悔させてやる。勝手に人のお金を使っておいて、その態度はないんじゃないですか。確かにうちはお母さんから譲っていただきましたけど、それは理由になりませんよね。お金が欲しいなら言ってくれればよかったじゃないですか。だから、お前の管理が悪かったんだろう。そんなに言うなら、銀行に預けておけばよかっただろう。姑を睨みつけながら私が言うと、夫が口を挟んできた。お前もずっとヘラヘラしやがって。今すぐにでもぶん殴ってやりたいわ。
銀行に預けていなかったのは確かに私も悪いとは思ってる。だけど勝手にお金を盗んでいくなんてあんたたち泥棒と一緒じゃないの。犯罪行為だってこと小学生でもわかるわよ。仮にも義理の親に向かって泥棒なんてよく言えたわね。昔から思ってたけど本当に年上を敬う気持ちがないんだね。姑は泥棒と言われたことにかなり怒っている様子で顔を真っ赤にしながら反論してくる。だけどやってることは泥棒と何ら変わらないだろうが、家族だからってお金を勝手に取っていくなんてありえない。年上を敬うとかそういう問題じゃないですよ。警察に突き出してあげましょうか。そうすれば少しは自分がしたことが理解できるんじゃないですか。まあまあ二人とも落ち着けよ。もういいだろう。使った分はまた稼げばいいだけの話だろ。また稼げばいい。なんでそんな簡単に言えるんだよこいつは。私が今までどんな思いで300万を貯めてきたと思ってるんだ。夫の発言に呆れ返ってしまった私はそれ以上言い返すことはなかった。この二人に何か言っても無駄だ。じゃあもういいわよ。私は二人をリビングへと残したまま自室へと戻った。だがもういいと言ったが決して二人を許したつもりはない。300万円が返ってくることもないだろう。だったらこっちもやりたいようにやらせてもらおうか。それから2週間後、母さんと温泉行ってくるからさ、3日くらい帰ってこないから。あっそ。私はそっけなく返事をしたが内心はガッツポーズをしていた。ついに二人に仕返しができる時が来た。もう夫にも愛想が尽きたし、姑とこれ以上一緒に暮らすなんてごめんだ。すべてきれいさっぱりにしてこの件は終わりにしよう。そう思った私は解体業者に頼んで義実家を更地にしてもらうように依頼をかけたのだった。しかし二人が義実家にいては解体もできない。ずっと機会を伺っていたが、まさかこんな早くに実行に移せるとは。そうして夫と姑が旅行へと向かう当日、二人を見送った私はすぐに業者へと電話をかけた。今出て行きましたのでいつでも構いませんよ。電話を切ってから30分もしないうちに義実家にトラックや重機が次々とやってきた。じゃああとはよろしくお願いします。私は業者へそう伝えて実家へと向かった。帰ってきたらそこにあるはずの義実家がない。その光景を見て驚く二人の顔を想像すると笑えてきて仕方がない。解体費に関してはへそくりとは別に大学卒業から結婚するまでに働いて貯金していた分で支払いを済ませた。自分の貯金が減ろうがこのくらいやり返してやらないと気が済まない。実家へと到着した私は久しぶりにのんびりと過ごすことができた。今まで毎日のように罵声を浴びせられ続けていたことを考えると実家での生活はまるで天国のようだった。あれやれこれやれと言ってくるやつもいないし本当に快適だ。実家へ戻り3日後、私の携帯に着信が入った。携帯を見ると液晶には夫の名前が映し出されている。はい、どうした。家がないんだけど一体どういうことなんだ。どういうことって言われてもね。電話越しでもわかるくらいに焦っている夫の声を聞いて私は思わず吹き出しそうになったが、なんとか持ちこたえた。お前今どこにいるんだ、説明しに来いよ。今実家に帰ってきてるから、用があるならあんたがこっちに来たらいいじゃない。私は夫にそう告げて電話を切った。その日は父も母も出かけていて実家には私しかいない。電話を切ってから1時間後に夫がやってきた。もちろん姑と一緒に。お前の言う通り来てやったぞ、どういうことか説明しろ。玄関をガンガン殴りながら夫は大声で叫んでいる。恥ずかしいからやめてくれないかな。うるさいんだけど。中入って。私は玄関の鍵を開けて二人を家の中へと通した。なんで旅行から帰ってきたら家がなくなってるんだよ。そうよ、更地になってたのよ。何してくれたのよ。
そんな大声出さなくても聞こえてるから、もう少し静かにしてくれよ。ちゃんと説明してあげるからさ。私は、二人にどうして義実家がないのかを、ゆっくりと話し出した。見たまんまですよ。義実家は解体させてもらいました。はあ？解体だって、何やってくれてんだよ、お前。人の家を勝手に壊すなんてありえないだろ。夫は、私の胸ぐらをつかみながら怒鳴りつけてくる。だが待ってほしい。なんで私だけが悪者になっているのだろうか。そもそも、あんたたちも勝手に人の金盗んだだろうが。私は、夫の手を振り払って、冷静に言い返した。じゃあ、人のお金を盗んだあんたはどうなのよ。お互い様じゃない。私がそう言うと、夫は何も言い返してこなくなった。言い返せないのは当然だろう。だって、悪いと分かってるはずなのに、金を盗んだのだから。だが、今度は姑が私に向かって、文句を言ってくる。次から次へと、めんどくさい人たちだ。だからって、家を壊すなんて非常識にも程があるじゃないの。私の家なのに、勝手なことしやがって。お母さん、もうボケてしまったんですか？ボケですって？そんなわけないじゃないの。あんま人のこと舐めてんじゃないよ、小娘が。姑は、かなり興奮しているようで、鼻息を荒くしている。そこまで言うなら、証拠を見せてやるか。私は、リビングにある棚の中から、封筒を取り出した。この封筒を見ても思い出しませんか？お母さんに譲ってもらった、登記簿です。姑は、その封筒を見た途端に顔色が青ざめていく。ようやく理解してくれたようだ。あの家は私の持ち物なんですよ。どうするかは私の勝手ですよね。私にとってはあんな家はもういりませんし、綺麗にしてお母さんに返そうと思ったんですよ。土地はお母さんのものですしね。だからって、そんなひどいじゃないの。さっきまでの勢いはどこへ行ってしまったのか。姑は今にも泣きそうになっている。そうですか？私は十分お母さんたちのことを配慮して綺麗にしてあげたつもりなんですけどね。家具とかお母さんや拓也の服とかもまだ業者に保管してもらってますし、何か問題ありました？姑はそれを聞いて下を向きながら肩を震わせている。ここまで言えば自分がどのくらいひどいことを私にやったか理解してくれるだろう。そう思っていたが、次の瞬間。返してよ。私たちの家を返して。姑はまた私につかみかかってきた。あの家はお父さんと拓也との思い出が詰まった大切な家なのよ。それを勝手に壊せだなんて、警察に突き出してやる。泣きながら私に訴えかけてくるが、何一つ響かない。あんた、自分が言ってること分かってんのか。思い出ね。きっとお母さんと拓也は、私がどんな思いで300万を稼いだのか分かってないんでしょうね。私だって、あのお金にそれなりの思い出があるんですよ。15年間も、二人からずっと心ないことを言われ続けて、あのお金は、そんな苦しみから解放されるために頑張って毎月貯めていたお金なんですよ。へそくりを貯めることが、私にとって唯一の楽しみだったんです。それをお母さんたちに勝手に使われて、本当に人生終わったと思ったくらいでしたよ。私は、低く冷たい声で、姑と夫に語りかけた。自分のしたことを棚にあげて泣きついてくるとは、情けない奴らだ。あの時、言われたことそのままそっくり返してやるよ。拓也、私のお金を勝手に盗んだ時に言ったわよね。管理が悪いからそうなるって。そっくりそのまま返してあげるわ。お母さんが私に家の権利を譲るからいけないのよ。管理が悪かったわね。警察に私を突き出してくれても構わないわよ。あんたたちがやったことも一緒に話してあげるから。夫と姑はもう何も言えないようだ。黙って下を向いたまま固まっている。少しやりすぎたかなとは思うけど、義実家の所有権は私にあるんだからどうしようが勝手だろう。だが、これで終わりじゃない。まだやり残したことがある。何も言うことないのかしら？用が済んだなら、これ書いて帰ってくれる？私は、
夫に離婚届を突き出した。は？え？離婚届？もしかして、まだ私と結婚生活を続けられると思ってるの？無理でしょ。でも、俺たち、家もなくなったっていうのに、どうやって暮らしていけばいいんだよ。頼むから、離婚は考え直してくれ。夫は、その場で土下座しながら、必死に懇願してくる。ここまで来ると、夫のことが惨めで仕方がない。自分たちのせいでこんなことになってるのに、この後に及んで離婚はしたくないなんて通るわけがないだろう。どれだけ考え直しても無駄だって。私は離婚するから、今すぐ側近で300万を返してくれるって言うなら考えてもいいけど、どうせそんなお金もないでしょ。あるわけないわよね。私のお金を勝手に使って豪遊してたくらいなんだから。私がそう言うと、夫は観念したようで、おとなしく離婚届にサインをした。これでようやく、すべてがきれいさっぱり片付いた。肩を落として、私の実家から出ていく二人。もう二度と顔も見たくない。私のことを、長年舐め腐っていたからこういうことになるんだよ。ざまあ見やがれ。二人の背中を見ながら、私はそんなことを考えていた。それから二ヶ月後、私はパートを辞めて、もともと働いていた製薬会社へ出戻りした。おう、また戻ってきたんか。昔みたいに頑張ってくれよ。昔上司だった人は、嘱託としてまだ働き続けていて、私を見るなり歓迎してくれた。同期入社した人も、まだ数名は働いていて、なんだか懐かしい気分になっていた。そういえばさ、拓也君と離婚したんだって？昼食をとっていると、同期からそう言われた。そうだけど、それがどうしたの？これ、噂で聞いたんだけどさ。最近、拓也君会社に来てないらしくって、どうやら鬱になったらしいよ。今さら、元夫がどうなっていようが、私には関係ないことだ。適当に相槌を打ちながら、同期の話を聞いていたが、ずっと元夫のことを話してくる。で、その鬱の原因っていうのが介護疲れらしくって、家もなんか売り払ったらしくて、小さいアパートでお母さんと二人暮らししてるんだってさ。昔は仲が良かったんだけど、最近当たりが強くなってきてもう限界だって、会社にいる時からよく愚痴ってたみたいだよ。へえ、そうなんだ。よかった。私が義実家をぶっ壊したことはみんな知らないみたいだ。元夫が鬱になってようが、もう二度と会うことはないだろうし、どうでもいい。今は昔みたいに頑張って働きまくろう。その方が性に合ってるから。